友達イニシアチブは3.11で日本がすごく大きな地震の被害を受けた時にもっと日本とアメリカの関係を強く持たなければと思った方々が作った団体です。友達プロイニシアチブはたくさんのプログラムを開催していて日本の高校生 アメリカの高校生であったり日本の大学生とアメリカの大学生であったりそれぞれのジェネレーションの人たちをつなぐプログラムを開催しています私が参加したのは高校2年生の時で STEM に関するプログラムでした日本に7人のアメリカの高校生が来て一緒に1週間滞在をしながらスカイツリーのような大きな建物が地震の多い日本でどのようにして高さを 高い高さを保つ設計をされているのかであったり、地震にどういうふうに対策をしていけばいいのかということを一緒に学びました。